傘をもっと遊ぼう。気まぐれな雨に心を躍らせて。元気なお日様と仲良くなって。どんな日だって空はきっと私の味方だ。傘はファッションだ。WPC。違うメイクで自分自身すごいテンションが上がりながら撮影できてました。私は全部好きですけど、でも赤いワンピースにあの黄色い傘の組み合わせは王道というか、なんか可愛らしい感じがして私は好きですね。私これかな。なんかすごいおしゃれだなと思って、あとなんか色合いもすごい好きなので、なんかあと私普段そのモノトーンとかの洋服が多いので、なんかアクセントになるかなと思って、クリームソーダもすっごい可愛いなって思ったんですけど、わなんかここにチェリーがあるのが、さくらんぼがあるのがめちゃめちゃ可愛いと思って、これ刺したらテンション上がるなって思いながら、はい、あとメロンソーダ飲みたくなりそうですね。あったはあったと思うんですけど、こんなにがっつりこうやったことはなかったと思います。新鮮でした今日。私は誕生月が6月なんですけど、私の誕生日って毎年ほぼ必ず雨が降ってるんですよね。だからなんか雨の日はなんか自分の誕生日っていうイメージがすごいついてて、私すごく晴れ女だと思っていて自分のことを、なんか必ずその撮影が晴れるんですよね。いいのか悪いのか分かんないですけど、いいのかなとは思ってます。日傘は常に差してますね。日焼け対策ですかね。あと暑いからはい、差してます。夏本当にどこにでも持ってきますね私は、はい、雨の日って個人的にですけど、なんかアートに触れたりするのが楽しいなって思っていて、だから本読んだりとか、まあ、美術館行ったり博物館行ったり、なんか普段より集中して見れそうな気がするので行きたいかなと思います。雨の日はなんか自分の好きなことがしやすい日だなってなんか個人的には思っていて、晴れとかだとこう外に出なきゃいけないみたいな感じあるじゃないですか。でもなんか雨だとなんか外に出なくてもいい理由がちゃんとあって、なんか家でのんびりなんか好きなことができる日だなと思ってます。
映画見たりとかアニメ見たりとか、あとなんだろう、それこそ本読んだりとか、あとは本当ゴロゴロしたいですね。まあ、2024年も健康に気をつけて、そうですね、最近髪をすごく短くしたので、気持ちもすごくすっきりして、2024年を迎えられそうな気がするので頑張りたいなと思います。いや本当に全然違います。なんか物理的にも違うし、なんか本当に最初髪洗った時と乾かした時、革命だと思ってめちゃめちゃびっくりしました。シャンプーの量とかすごい少ない。いや本当になんか今までの5分の1ぐらいになってすごい楽です。本当に。皆さんこんにちは、南沙羅です。 WPC の傘と一緒に、ぜひ皆さんも一緒にファッションを楽しんでください。